東谷さんのね、また動画僕は見たんですよ。今日もまたやるのかな、もうこの僕が今配信してるのが流れてる頃にもうすでに終わってるのかな。生配信ね、今度はあれですね、藤井流星くんとか、もともと予告してたやつですよね、ジャニーズ系のね。なぜか藤井流星くんのこと許せないって言ってるんで、まあ、そこら辺の話をするっぽいですけど、今新しく見たのは、この人がね、サブチャンネル作ったんですよね。でサブチャンネルは、まあ、なんで作ったのかちょっと分かりやすいんですけど、まあ、多分アカウントが停止されたようでしょうね。で今のメインチャンネル結構ね、城田優くん追い詰めたりとかしてるんで、まあ、そのうち消されんじゃないかっていうことを危惧して、もう一個のチャンネル作ったんじゃないかなと。まあ、作ったばかりで3万人ぐらいはね、もう行ってるんですごいなと、さすがだなって思うんですけど、通常であればね、サブチャンネル作っとけば大丈夫なんですけど、この人の場合目立ちすぎちゃってるからヘズマリュウなんかと一緒で、もし、ね、仮になんかこれが訴訟とかになって、まあ、訴訟だけだったらまだいいんですけど、刑事事件化したらね、まあ、メインは当たり前ですけどサブチャンネルも全部この人自体が関わってるものが全て消されちゃうんで、まあ、そこはねもったいないなと思うんですよ。僕結構見てて最初はなんだこの人と思ったんですけど、やっぱり話が上手いし、面白いし、もちろんいい人ではないですよ、全然。だって、言っちゃいけないようなね、人のことをね、バンバン言うわけじゃないですか。まあ本当信用できない人だなと思うけど、その反面、ね、見てる側からしてみると、ものすごく面白いなっていうところがあったんで、せっかくなんでね、赤バンされるんで続けてほしいな、なんていうふうに思ってるんですけど、サブチャンネルで言ってたのは、暴露じゃなかった、暴露系ではなくて、自分がなんでこんなに芸能人の知り合いが多いかっていう話を延々としたんですよ。一番最初の出発点は、やっぱ論文の厚さんと、だとですね。で、論文の厚さんから新助さんを紹介してもらったと。で、その新助さん絡みで爆発的に増えたと。で、その後大阪に一回戻って、その大阪に戻ってる時に、このアメリカザリガニっていうね、芸人がいてね、アメリカザリガニの人からもう仲良くて、もう一回東京来て、一緒にバーやらないかっていうので、かな。儲かりマッカのマッカって言いました。マッカっていう名前のバーをやったと。で、そのバーが割と当たって、まあ、そこに芸能人がちらほら来るようになって、その後に別のバーをやったんですよね。プライブっていうバーかな。で、まあ今僕も全部探したんですけど、もう乗ってないですよ。もう潰れてるんですよね。この方曰く、震災ぐらいの時に辞めたって言ってるんで、だいぶ前ですね、もう10年以上前になっちゃうから潰してるんでしょうけど、そのプライブっていうところで爆発的に芸能人がもうこれでもかっていうくらい来たって言ってるんですよね。ジャニーズの人から AKB の人から、でもちろんね、そこに城田優くん、佐藤健くん、三浦翔平くんとかも全部そこで知り合ったという話でしたよね。ワンオクのタカさんとの知り合いっていうのは、なんかね、この人が稲子ライダーの翔吾のファンで、いや、稲子ライダーのファンで、稲子ライダーを紹介してもらって、翔吾と仲良くなって、ミュージシャン関係はその翔吾つながりで全部広くなったと。で、その中にタカさんもいたっていうような感じで、まあ、いろんなこう網の目のようにこう、つながってったっていうことを、ばーっと語ってたんですけど、まあ、それもね、わかんないですよ、本人が言うから。一回会っただけでも友達だって言ってるのかもしれないけど、そんなバーやっててね、バーなんて本当に全くお忍びじゃないですか。それを経営してる人がね、全部晒すって言ったらもうこれ掟破りですからね、恐ろしくてしょうがないと思うんですよね。まあだから、タケル君との出会いっていうのは、まあ、そのプライブっていうバーに、誰かから連れられてきたんでしょうね。そこで知り合ったっていう話をしてたんで、なんかね、この方が言ってるような太いつながりの人ってのは、何人かです。その人たちの悪口はあまり言わない感じがしますよね。なんかね、悪口とか暴露してる人は、なんとなくこの人がね、選んでるというかね、付き合いの薄い人を言ってる気がするんですよね。まあなぜかというと、まず吉本芸人の話はしないんですよね。それは多分、相当多分、しんすけさんに世話になってる感じがあったんですよ、喋ってるのは。で、しんすけさんの顔を潰すわけにはいかないと思うので、吉本芸人の話してない気が。あと前にちらっとウィンズのね、人をベタ褒めしてたっていうのがあって、あれも事務所がライジングで平さんっていう可愛がってますよね。で、平さんっていうのは本職のもともと人で、
安室奈美恵さんのね義理のお父さんだったりもするし、なんかのねたけしさんがね揉めててね、フライデー事件の後すごい揉めた時にオフィス北野を作って、それが用心棒役でね、取締役で入ったりとかしてる、本当芸能界の裏芸能界の人が可愛がってるウィンズだから、多分そこら辺みたいな危険を本当にヤバそうなところはあえて避けてんだと思うんですよ。で言いやすい人を言ってるんだなって感じはしますね。だってやっぱりね、しんすけさんの顔を潰すとやっぱり怖いじゃないですか。ロンバーツシさんのやつも見た、生配信をしてたののアーカイブ見たんですけど、やっぱりこの東さんのガーシーさんのことを聞かれてたんですよね、ファンから。本当友達なんですかという感じで、で東さんはガーシーさんはアツシさんのことをアツシって呼んでて、もうすごい古い付き合いだったんです。23歳の時からの付き合いで、家にも1年間住まわしてもらったり居候したりとかして、すげえ仲いいんだみたいな話をしてたんですけど、その温度差を僕は感じたんですよね。あの、アツシさんのね、言ってるのね、東さんね、僕は東さんって呼んでるんですけど、みたいな。友達、まあそうね、友達ですね、みたいな。で、まあ昔ですよ、ほんとすごい昔ですよ、みたいなことを言ってて、ただ最近なんかあれじゃ、ヒカルくんと揉めて、それで暴露系 YouTuber みたいになっちゃってるんですよ。全くそういうの僕知らなくて、あの、まず僕はね、逆になんか待ってる感じですみたいなこと言ってたんですよ。連絡してほしいなぐらいな感じですね。あとこれででも暴露とかなするのかな、僕もされるのかなみたいなこと言って、まあ、つながりがあることは認めてたんですよ。全然認めて、まあ、僕は別に暴露されてもいいんですけど、僕の周りの人たちがなんか嫌な思いするの嫌だなみたいなことをかなりテンション低めで言ってて、あ、暴露か、あれだけはされちゃやだなとかゴモゴモゴモゴ言い始めて、あれでもされるとやばいから今のうちから僕の口から言っとこうかなとか言ったのが、あのしんすけさんにね呼ばれたと。あのガーシーさん、まあ、しんすけさんの仲いいので、しんすけさんが飲みに行こうって言ってるよっていうことを言って、あつしさん断ったと。それを、そのこ、まあ、しんすけさんが怖かったから断ったって言ってたんですけど、その断り方の内容のラインを晒されるのはちょっとやだなって言ったね。なんか相当やばい話をしてたのかなって思ったりはしたんですけど、ね、ガーシーさんがバーって言ってるののテンションと全く真逆のテンションだったので、まずいなって感じはしたんですよね。なんかなんでこんな復活の仕方しちゃったんだろうみたいな感じが見えたんで、まあそりゃそうだなと思いますよね。すごい若い頃の、まあ23歳ですよ。今もう50とかですよ、あの人。若い頃のなんかいろいろやってたのを、50になっても家庭もあってね、今イメージよくどんどんしてるじゃないですか。あの、イクメンパパみたいになってるし、なんだったら政治家狙おうみたいな感じのところが、いきなりね、昔のことでさらされて、炎上したら、まあ今までね、築き上げてきたものが全てね、無になっちゃうんで、まあそういうなんかテンションの低さだったかなって。まああと、見てて思ったのは、このガーシーさんやっぱり詐欺師っぽいんですよ。やっぱり喋りがね。もうみんな友達だったからという。でも友達をそんなさらすかなと思うんですけど、打ち上げ代行みたいなことして、もう北海道、札幌だったり、沖縄だったり、東京だったり、大阪だったり、もう同時にこう動いて打ち上げを押し切ってたと。で、しんすけさんとかあつしさんから、そんなんやったら金もらってやった方がいいでって言われたこともあるけど、金なんか僕は友達なんで一銭ももらってなくて、いや楽しきゃいいんだって思ってたと言ってたんですけど、まあでもそういう人ってやっぱ中には僕はいると思うんですよね。特に芸能界のあれだったらね、やっぱそういうことで何かしら自分も利益を得てたんだと思うんですよ。お金じゃなくてね、何かしらをね。でその得方が間違ったとかしか失敗したんでしょうね。で今そのスキルを生かしてこのような暴露系 YouTuber っていう、まあ、新たな儲け方をしてるんでしょうけど、ただちょっとえげつないなって感じがあるのと、本当にあれがどんだけ深い付き合いでみんなと付き合ってたかは別として、重宝されるのはすごく分かりました。喋ってるのを聞いて、飲みに行った時にめちゃくちゃいい存在な感じがします。やっぱりこういう人いるとクッションになりますよね。必ずあの、なんだろう、場を絶対盛り上げてくれるわけだし、あと必ず多分この人ってメインには出なかったと思うんですよね。やっぱり縁の下の力持ちでうまく回せた人だと思うからいけたんだと思うんですよ。立てながら話術もあって、でそういうスキルは相当あったんだろうなと思うんですけど、
まあ、残念ながら多分そこをお金にできてなかったんだなって感じがしますね。でいざそれをお金にしようとした時にやり方失敗して、まあ、そのヒカルさんとかね BTS みたいなねその詐欺みたいな方向に行っちゃって信用を失っちゃったっていう残念な結果になったんだと思うので、この YouTuber に関しては僕は本当にね面白いのでこの人の YouTube を見るのはもう墓場にならないでほしいなっていう感じだけはします。こんな感じですかね。